三菱不走、エアロミディ MJKCMJ218 回、V 回富士急湘南バスエアロミディ MJ は、かつて三菱不走トラックバスが製造、販売していた7メートル級の小型バスである。本校では、前身となるエアロミディ MK の7メートルクラス車である MK126 回についても記述する。また、一部改造でホイールベースを延長した仕様があるほか、9メートル級の エアロのステップミディと警察仕様についても本形式をベースにしていることから合わせて記述するエアロミディシリーズの内全長7メートル、車幅2.3メートルのグループである。もともとはエアロミディ MK の派生バージョンとして1985年11月から販売された MK126 回が前身であるが、1988年にフルモデルチェンジの上、 エアロミディ MJ シリーズとして独立した。当初は観光仕様のみの設定であったが、境外路線向けに路線仕様の設定も行われた。観光仕様は乗務員を含めた乗車定員が30名に満たないことから、非常口の設置は省略されている。2007年8月末日で製造終了。三菱不走 エアロミディ MKPMK126 回ツバメタクシー1985年当時ではエアロシリーズでも最小クラスの車両として登場小グループレジャー観光用としてリリースされたエンジンは 175PS 2900rpm の 6D15 型を搭載した新ドライブ方式 T ドライブを初めて採用したことによって全長7メートルの車体に 他のエアロミディ MK と同様の6気筒エンジンを搭載しながら室内空間を広げることに成功。4列シート、前後6列の正座席25名定員を確保した。ボディスタイルは、エアロミディ MK 観光用とほぼ同様で、路線仕様は設定されていない。リーフサスのみの設定。三菱不装、エアロミディ MJPMJ527 回385。 交通1988年にモデルチェンジ。この時から MJ シリーズとして独立した。このモデルでは初めてエアサスを採用した仕様が登場。エンジンは 185PS、2800RPM の 6D16 型を搭載。1989年に平成元年排出ガス規制に対応し、規制記号が P- から U- に変更されたが、外観。 仕様の変更点はない。ボディスタイルはエアロミディ MK 観光用とほぼ同様で、このモデルでも路線仕様の設定はされていないが、特注で中扉と非常口を増設の上路線バスに使用した例が少数存在する。1993年9月28日より発売開始。この時のモデルチェンジではボディスタイルがニューエアロバスと共通のイメージとなり、 ヘッドライトもニューエアロバスと同様に、プロジェクターランプが採用された。観光仕様の形式は、MJ628 回となり、エンジンは 210PS、2900rpm の 6D17 型に変更された。このモデルからは、リーフサスの路線仕様が設定され、形式は、MJ217 回とされた。外観上は観光仕様をベースにしているが、中扉が設置されている 非常口がホイールベース間に設置されている点が異なる。路線仕様のエンジンは 190PS2900RPM の 6D16 型を搭載する。1995年排出ガス規制適合。観光仕様の形式は MJ629 回となり、エンジンは 220PS2900RPM の 6D17i 型に変更された。 改造扱いでホイールベースを延長した車が登場した。路線仕様では、形式は MJ218 回となり、エンジンは 200PS、2900rpm の 6D17 通型を搭載する。ワンステップバスが設定され、前面もエアロミディ MK 路線仕様と同様になった。このワンステップバスのみ、同年5月26日に発売開始、それ以外の車種については、 同年7月6日に発売開始となっている。三菱不走、エアロミディ MJKKMJ23 平米 F、富士急小南バス1998年に、マイナーチェンジが行われ、平成10年排出ガス規制、中期安全ブレーキ規制、平成10年騒音規制への対応と同時に、形式も変更された。全モデルと比較した、外観上の異は少ない。 同年7月21日より発売開始、エンジンは6 m 6系 MJ629 回同様、改造扱いでホイールベースを延長した観光仕様の車も製造された。路線仕様ではオプション装備としてアイドリングストップ機能が追加された。三菱不装、エアロノーステップミディ KKMJ26HF、開花奈川中央交通 KKMJ26、 HF をベースに MJ シリーズとしては初めてのノンステップバスが2000年12月8日に販売開始された。この仕様に限りモデル名はエアロノンステップミィとされこれまでの MJ シリーズと同様の7メートル仕様とホイールベースを延長した9メートル仕様が設定された。9メートル仕様は外観が犬のダックスフンドに似ていることから乗務員や一部ファンからは ックスの愛称で呼ばれるることがあるエンジンは 6M61 を横置き搭載している。この9メートル仕様は、リアオーバーハング部分はそのままで、ホイールベースを延長しているため、ノンステップ部分の長さは、当時の中型バスとしては最大となったほか、中扉の位置が後方寄りになっているのも特徴である。形式はいずれも KKMJ26HF 回となっている。 2002年10月にマイナーチェンジされ、9メートル仕様が KK、KKMJ27HL、7メートル仕様が KK、KKMJ27HF となる。前代との違いは、ステアリング形状の変更、屋根状のエアコン形状及び、リア側に主シュ部変更などがある。また、モデル名も、エアロミディノンステップとなった。2004年の平成15年排出が好き生態を応時に、 国土交通省の標準仕様に合わせるため、路線仕様については生産中止となった。9メートル仕様のノンステップバスは、MK シリーズに、7メートル仕様については、ME シリーズに引き継がれることになった。三菱ふそう、エアロミティ MJPAMJ26、RF アクロス観光バス2005年にマイナーチェンジ。本モデルでは、路線仕様は廃止され、再び観光仕様のみのラインアップとなる。 後部フラッシャーの配置が変更されたほか、透過規制に対応して側面に反射板が設置されている。エンジンは、排気量4.899リットルの 4M50 時価、4インタークーラーターボ154キロワット 2700rpm を搭載している。このエンジンは、エアロミディ ME で先に採用されていたものである。この頃は、日のメルファ7が生産終了となっていたこともあり。 中型車ベースの小型バスとしては国内唯一のモデルであったが2007年で生産終了となった KKMJ23HF 会計市長エアロミディ MJ には警察の大型輸送車向けにホイールベースを延長した全長9メートル仕様が存在する車体はエアロミディ MK の路線仕様をベースにしているシャーシはベース車に合わせて改良を受けているが 車体のマイナーチェンジは行わなかったため、2000年代まで初期モデルと同じ外観を保持していた。製造年によって、塗色、トランスミッション、軽光等の形状などが異なる。民間向けも関東鉄道に存在するが、車体はニューエアロのものとなっている。UMJ117 リットルとして登場し、1993年にシャーシのモデルチェンジで UMJ218 リットル、 1995年に平成6年排出ガス規制適合し KC、MJ219 リットル2000年に平成10年排出ガス規制に適合し KKMJ23HF 回となる2002年に製造を終了した道路運送車両の保安基準第26条では定員30名以下の車両については用事専用車を除き非常口の設置は義務化されていない ありがとうございます。